戸郷、ノーノー。巨人は首位阪神に勝利し、連敗を4で止め、22勝20敗4分けとした。試合は5回に伊豆口のタイムリーヒットで先制すると、先発の戸郷が8回まで2つのエラーのみのノーヒット投球。9回は8番木浪からもこの日初めてのフォアボールを出すと、送りバントを決められ1アウト2塁。ここで近本をファーストライナー、中野を空振り三振に抑え、ゲームセット。9回を123球、5奪三振で許した出塁はフォアボール1、エラー2のみだった。巨人の投手が阪神相手に甲子園でノーヒットノーランを達成するのは1936年9月25日の沢村栄治以来、88年ぶり。戸郷は4勝目。戸郷は昨年の山本由伸以来、プロ野球史上89人目、101度目のノーヒットノーランを達成。球団では2018年の山口俊、7月27日中日戦以来6年ぶり、13人目の偉業となった。また、甲子園球場では1992年の湯船敏郎以来32年ぶりの達成となった。ノーヒットノーラン達成の戸郷投手、おめでとうございます。9回、死ぬほどドキドキした。おめでとう戸郷、大事な試合でさすがのエース戸郷だった。強敵阪神相手によくやった。素晴らしい投球で最後まで魅了されました。1対0のノーヒットノーランってすごすぎる。戸郷投手、本当におめでとう。あの世代はビッグ4と言われる選手が並ぶが全く関係ない戸郷が世代ナンバーワンだと思う。阪神ファンとしての感想です。最後まで全く乱れずの投球はすごいと思いました。守備も穴がなくすごかったです。阪神ファンだけど勝ち負け関係なく見てて楽しかった。戸郷投手、おめでとう。しかしチャンスでは打てない病が続くなぁ。阪神ファンやけどおめでとうございます。しかし、この上ない屈辱試合になってしまった。戸郷投手おめでとうございます。高校時代から見てる延岡の市民として、最高の試合でした。連敗ストップとしてはかなり大きな勝利、ノーノー達成おめでとうございます。交流戦も頑張ってほしい。